対9と挑戦者のロペスが取りました。沼田さん、はい、第3ラウンドはロペスが特に手数目立ちましたね。そうですよね、右打ては左、左打っては右打ってね、返しのパンチも打っても、はい、それが、まあ、正確にですねクリーンヒットしてたんですね。そうですね、さあ第4ラウンドに入りました。沼田さん、はい、ロペスが確かにプロ入りしまして25戦全勝、まあ、そういう評判は聞いていましたが、世界のトップレベルの選手とはやっていなかったんですよね、それで実際どうなのかなという話もあったんですけれども、このように見ていますと、やはりさすがロペスですか。そうですね、まあ、ですけどその思ったよりですね、はい、いわゆるボクシングスタイルですね、いわゆるそのボクサーって感じですよね、はい、そうですね、でそのボクサーファイターとは言えないですよね、はい、フットワークを軽く使っています。白いトランクス、挑戦者のロペスです。ただあの、小橋もですね、気をつけなきゃいけないのでですね、まあ、あの軽いパンチでも打たれて、はい、ちょっと効きますからね、はい、ガードも少ししっかりしてですね、はい、いやその一発パンチ狙わないで、いやその流れでね、手数を出していかなきゃいけないでしょうね。そうですね、はい、石橋さんどうぞ。今こうやってますけどね、はい、本当これ今はロペスのペースですから、ほんで上手いですからね、自分のペースで持っていっちゃいますから、で一発いいの当たりますとね、はい、今薄めきますよ、怒涛のごとく、はい、だからね、大橋は手が足んないんですね、手数が、はい、手を出さないとダメです、ボクシングは。放送席、松永さん。はい、道也さん、挑戦者コーナーなんですがね、はい、リングサイドでお父さんのマグダレノさんが観戦しておりまして、はい、盛んにですね、大きな声で左を出せ、左を出すと、そのボクシングだという声援を送っておりますね、はい、セコンド陣がですね、試合中はほとんど声を出しておりません。ほら、そうですか。さあ、そのお父さんの応援がロペス味方をしています。ロペスの左ボディフック、まあね、お足左出し、はい、もっとたくさん出したいんですけどね、はい、おそらくですね、相手の右でね、はい、右ストレートを言うほどその警戒してるから、はい、まあ、左出せないんじゃないかなというような気がしますよね。お足鼻血を出しましたね。あ、そうですね、スラと、まあ、左やっぱ突き上げられるというですね、はい、あの鼻血は、ほら、ほら、ほら、チャンピオン大橋がダウン、顔面を狙いました。お足苦しい展開になりました。やはり気をつけなきゃならない、右ストレートですね。まあ、怒涛のことに来ますよ。そうですね、ですこれはね、大橋もチャンスです。左振っておけばいいんです。はい、来たという、カウンターで逆にチャンスと考えてますね。そうそうそう、挑戦者の連打、チャンピオン苦しい、大橋なんとか勝ってほしい。薄まけるな、薄まけるな、行け。さあ、接近戦残り時間まもなく20秒、第4ラウンド。ただですね、はい、まあ、のチャンピオンの大橋がダウンしたということでね、はい、逆にですね、まあ、いい意味では取ればですよ、はい、いや逆にですね、手数を出してですね、はい、行くような感じはしますけどね。そうですね、もっとハッと置いてほしいですね。そうなんですね、はい、まあ、今ちょっと聞いてることは聞いていますよね、はい、自分でねペースをつかめないうちのダウンですからね、これは大変なるダメージですよ。そうですね、はい、ここで第4ラウンド終了しました。このラウンド、放送席沼田さんの採点ではもちろん10対8、挑戦者ロペスが取っています。第4ラウンド、チャンピオン大橋がカウント8のダウンを喫しました。この右ですね、速いパンチだったですね、はい、まあ、左アッパーから右ストレート、ワンツーというような感じの鋭さだったですね、はい、早かったです。さあ、試合は第5ラウンドに入ります。その大橋のダメージはどうなのか。まあ、あの多少ですね、やはりダメージは残ってるんじゃないですかね、はい、ただその大橋のですね、ダウンしたということで開き直りですね、はい、を見たいわけですよ。そうですね、はい、でもですね、はい、僕の経験からいきますとね、はい、自分の調子が出ないうちにこういうパンチをもらっちゃうとね、もうペースがガタガタになっちゃうんですよ、ですからどういう感じで手を出したらいいかね、はい、まあ、歯車が狂っちゃってますね今、ですからとにかく小さく小さくパンチを出して、はい、自分のリズムを取るしかないんです、はい、おわし手を出して小さく。はい、まあ、石橋さんのおっしゃる通り、とにかくまず自分のリズムを取り戻すこと、これが大切ですか。そうですね、はい、まあ、4ラウンドですかね、ダウンとかのはですね、まだ12ラウンドありますから。そうですね、そうそう、小さく小さくでいいから、黒い細かいパンチでいいんですね。そうなんですよ、はい、とにかくそのペースをですね、はい、自分にその引きつけるということでしょうね、はい、それが大事でしょう。おっと、右当たった、効いてますね。今度は左、お足、頭振り、頭しっかり引く、頭振り、頭、石橋さん、やはり大橋はちょっとまともに受けてしまっていますか。そうです、はい、もう自分のね、はい、1ラウンド2ラウンド相手を見すぎてね、はい、もう相手にペースを与えちゃったんですよ、はい、
ですからもう少し、あっと右、またしてもダウンです。もう右上がった、ちょっとですね、大橋のワインドはですね、相手右打ってきますね、はい、いわゆる後ろに避けるから悪いんですよ、はい、逆にですね、来る方にパンチ来る方に頭突っ込んでいかなきゃいけないですよね、はい、さあ絶対受けられないですよ。残り時間がまだ1分20秒あります。苦しい大橋、なんとか耐えてほしい。ロングを背にしている、合わせろ、そう、いけ、さあカウンターを返せるか大橋、そう、まず左、チャンピオンバンドダウン、左を出したチャンピオンですが、ロペスのパンチ、ダメですね、これ苦しい、足に来ています、ダメダメ、なんとか立ち上がろうとする大橋、カウントが進む、ダメダメです、ダメ、レフェリーが止めた、大橋秀幸敗れました。メキシコの新鋭リカルド・ロペスの前に大橋秀幸、無念のノックアウト負け、レフェリーが止めました、テクニカルノックアウト、リカルド・ロペス王座ダッシュ、勝負はあっけなく第5ラウンド決着がつきました。喜びに沸きますロペス陣営、お父さんのマグダレノさん、そしてお兄さんのセルヒオさんがメキシコから応援に駆けつけました。今そのお父さんが新チャンピオンの息子を抱えます。いやしかし沼田さん、はい、なんとか